どうも岡田健です。今回はこちらの刺身包丁を研いでいこうと思います。違和感気づきました？これね、ここに切り刃っぽいものが見えているんですけど、ほぼフラットなんですよ。まあこれも昨日の動画に引き続きでやられてたんで、もしかしたら視聴者さんが削り切ったのか、元からそんなものなくただ模様ぐらいの勢いでつけられてたのかかな。で、一応小刃研ぎをしているようなんですよね。まあこれはこれで直していこうかなと。裏はまあ真っ平らか。裏は真っ平らで、裏は両刃研ぎはしてないかな。かなり薄いですね。で、これも刃が欠けたみたいな感じなことをおっしゃられてたんだけど、ああ、これかな？ここにあるやつかな？見えるかな？ここら辺にあるけど。ということで、まあまあこれもどうしようかな。両刃の包丁にしちゃうっていうのは簡単だけど、それはちょっと申し訳ないからな。で、これを送ってきた一つの理由として、包丁に刺身がひっつくっていう話から始まってて、まあこんだけ真っ平らだとやっぱ刺身との接地面積が大きくなっちゃうんで張り付いちゃうんですよね。で、これを鏡面にすればするほどひっついていくんで、今回はちょっとステンレスの包丁だよね、確かこれ。ステンレスの包丁だから一旦どうしようかな。粗めのやつだけでこの側面を研いで、刃先は刃先で研ごうかなと。で、若干つる首になりかけてる部分があるから、ちょっとだけ上げようかな。このつる首解消する方法で峰側から行くのか刃の方から行くのかっていうのはあるけど、ずっと刃の方から行くと、あのすごい、あの日本刀のようなこう反り上がったやつになっちゃうから、たまには峰の方から削った方がいいんだけど、今回はまだいいかな。これの解消していきましょうかね。はい、ではやってきます。じゃあこの側面ちょっと研いでいこうと思うんですが、なんで貼り付くのっていう話を始めると、ちょっと小難しい話なんですけど、分子間力だったり、やれなんだり、表面張力も関係したかなみたいな話があるんですけど、まあまあ要は表面積がちっちゃいほど貼り付くんですよ。例えばこれが3万番とこれ5000番、これを水分を持たせた状態で擦って、水分を飛ばして、飛ばすっていうか砥石の間の水を抜くと、これ貼り付いちゃうんですよね。目が細かいほど貼り付きやすくなるという風に覚えればいいと思います。この辺はね、お、外れんし。この辺のなぜ何っていうのは、まあ表面積がちっちゃいことによって、その中に水分が入っ、あの水がその間に挟まってて、接地面が多くなることで、みたいな話はあるんだけれど、まあまああまり気にしなくていいです。テカテカの方が、細かいやつの方が張り付くよぐらいで覚えてればいいと思います。気になったらウィキペディアでも調べてねって。だから、アラトとアラトをいくら擦ってもひっつきはしないんですよね。ということで、この側面をアラトでやろうかなと思ってたんですよ。っていうのも、これは鋼じゃなくてステンレスなんで、本当だと、アラトの傷とかを残しておくと、今度はそこが錆びていくんですよね。錆びっていうのは、あの表面積が多ければ多いほど、ザラザラであればザラザラであるほど、その尖った先っちょの方から錆が回っていくんで、鋼の包丁とかでそれをやっちゃうといけないんだけど、ステンレスだからいいかなと思ってたんですよ。ただ、ちょっとね、うちにあるアラトがそんなにいいアラトがないので、っていうか本当だったら600番とかで傷つけて終わろうかなっては思ってたんだけど、はい、それでは刃の黒幕1000番でやっていこうかなと思います。この黒幕の1000番はもう他の800番ぐらい研げるっていう風に言われるぐらいなので、ちょっとね、傷を入れるにはちょうどいいかなと。で、薄いものをさらに薄くするっていうのもなんなので、今回は表面に傷が入る程度にやるだけでいいかなと思ってます。若干へこみとかもあるらしいですね。まあ若干やけど、表面にこんぐらいの傷ついとったら大分大丈夫かな。で、これが裏が裏でしっかりある裏なのかっていう問題はあるんだが。こっちはまあ結構普通に当たるかな。綺麗に研がれてる感じはする。ああ、言い忘れてましたけど、普通にこれ新聞紙シャアができるぐらいの切れ味は持ってるんで、研ぎ
全然うまい方ですよ。で、表面をちょっとこう傷つけたら、あとは小刃研いでいってみましょうか。こんぐらいかな。小刃の角度っていうのは人それぞれだから、その辺を間違わないようにしなきゃなんだけど、極力もうちょい切っ先を上げましょうか。どうかな。もうちょい行ってもいいけど、まあいいか。こっくらいまで行ってれば、はい、刃の黒幕5000番で仕上げていきます。やるのはさっきと同じ。やっぱ裏が平らすぎて割りが取れないね。やりにく。裏の平らな包丁ってのはやっぱ両刃研ぎしたくなっちゃうね俺。若干刃先に当たるようなイメージで、持ち上げはしないんだけど刃先にだけ当てるようなイメージでやっていきやす。じゃやっぱ薄くてね、これ柔らかいからあまり力込めると曲がりそうだな。個人的にはちょっといまいちな切れ味だけど、どうしよっかな。もうちょいやってみよっか。こんな感じかな。これでよかよかで、切れは良くなったから、ちょっとね、サンドペーパー、これ400番の方で、刃の黒幕5000番でキラキラしちゃうから、それでもいいんだけど、やっぱね、貼り付くからっていう問題がまずあったからね、ちょっとだけこれで鳴らそうか。刃には一切当てないようにね。で、もちろんこれしたからって食材が全く張り付かなくなったぜ、百歩いなんていうことはほぼないとは思うのよ。ただまあ、表面化してるよりはまだ全然張り付かないとは思うけど。千番で傷つけたじゃんっていう話に戻っちゃうんだけど、若干ね、やっぱね、まだデコボコしとるっていうのもあって、このまま千番でピシャリと傷全部つけるまでやろうとしたら結構薄くしちゃいそうだからやめちゃった。まあ若干のあれな、気持ち程度だけどね。これでいいかな。チャンネル登録お願いします。はい、いかがだったでしょうか。こちらの刺身包丁、ちょっとね、張り付くっていうことで表面ちょっとザラザラにしてみたのと、まあ、つる首っぽいのを直して若干刃が欠けてたからそれも直しておきました。包丁の鏡面化っていうのはすごいかっこよくて、鏡面包丁とかもやっぱ本焼きとかに憧れると好きなんですけど、そういうのってね、刺身とかが張り付いちゃうっていうのもあるし、片刃包丁がこの切り刃ってね、斜めになってる部分が存在するのにはそうやって貼り付かないようにっていう理由も確かあったとは思うから、いろいろと貼り付かないようにっていう工夫がなされているものをわざわざ貼り付くようにするのはいかがなものかっていう話もあるけど、かっこいいしね。でそういう研ぎ方だって別に悪くはないとは僕は思うけど、まあ今回は特に話はないんだけど、こういう感じで一応刃はつけておいたので、今後も多分研がれるとは思うけど、注意点って別にないんですよね。この方普通に新聞紙切れるし、もうめっちゃ切れるやんって、送られてきて困る包丁ナンバーワンは切れる包丁みたいな話で一緒でね。まあまあまあ、どうやろう、これで一回俺も平作りしてもいいんだけど、
多分ね、そぎ切りとかはね、あれだけど、そうね、まあ、究極的に言って魚に張り付かないようにするにはどうしたらいいですかっていう質問の究極は、油のある魚を使えばつかないと思うよっていうことになるけど、まあそれは冗談として、本日は以上です。